愛知慶一は日本の大倉官僚、政治家。はじめ参議院議員、後に衆議院議員に転じ、外務大臣や大倉大臣などを歴任。東京市高島地区に愛知慶一、小夫妻の長男として生まれた。父慶一は物理学者で、1911年に東北帝国大学理科大学物理学科の教授に就任したため、 一家は仙台市に移った。母、小の実家も代々漢学者の系統という家柄で一家を挙げての学者家庭だったという。愛知は旧正宮城県第二中学校、旧正第二高等学校を経て東京帝国大学法学部政治学科に入学1931年に卒業した。日中時代には柔道部に所属していた。 学生時代は、仲裁として鳴らし、中学時代には、同級生で後に最高裁判所長官となる、岡原正夫と常に、成績トップの座を競い合ったり、東大法学部時代には、刑法の牧野栄一、民法の阿賀妻久という大家の下で学び、成績も、優を10個取得すれば、仲裁と言われた中にあって15個も取得するなど、仲裁ぶりを伝える逸話もある。 中学3年の折に、父、慶一が、不毒による、食中毒で満42歳で休止した。東京帝大卒業後は、大倉省に入省、銀行局に配属。財務職期として、A、富ツに駐在したほか、ロンドン国際経済会議随員、馬場 H 大倉大臣秘書官、文書課長を務める。主に財務、国際金融を担当した。終戦後は、 同省官房長、銀行局長などを歴任し、GHQ による財閥解体の中で日本の金融界を守るべく不請した。1950年に大倉省を退官し、同年実施された第二回参議院議員通常、選挙において参議院全国区から自由党公認で立候補して、初当選、参議院議員に就任した。 それまでの経験と政策能力は同じく大倉省出身で当時大倉大臣を務めていた池田隼人から高く評価され、1952年の池田ロバートソン会談には政府代表として池田に随行した。当時の内閣総理大臣吉田茂の側近として吉田十三人衆の一人にも数えられ、1952年に組閣された第5次。 吉田内閣では、通商産業大臣兼経済審議長長官に起用された。1955年、第27回衆議院議員総選挙に、宮城県第一区から立候補して、当選、衆議院議員に転じた。同年、保守合同に伴って、自由民主党に参加、1957年発足した岸信介政権では、第一次元改造内閣で、 内閣官房長官、第二次元内閣では、法務大臣兼自治長長官に就任した。岸の退陣を受けて発足した、池田隼人政権の下では1964年発足の、第三次、池田改造内閣で、文部大臣兼科学技術長長官を務めた。この頃から愛知は、次第に、池田による高度経済成長政策を批判するようになり、変わって、 岸に接近、岸の実定、佐藤栄作の派閥である佐藤派に所属した。同派内では、田中角栄、堀茂、松野雷蔵、橋本富三郎と共に、佐藤派五奉行と呼ばれ、社会開発、人間尊重のスローガンを、佐藤政権誕生のブレーンとして取りまとめた。1964年11月、池田の病気退陣を受けて、佐藤政権が発足すると、 愛知は、第1次、佐藤内閣文部大臣兼科学技術庁長,長官、第1次、佐藤内閣、第2次改造内閣で、内閣官房長官、第2次、佐藤内閣、第2次改造と続く、第3次、佐藤内閣で、外務大臣を歴任した。外務大臣としては、沖縄返還に向けての日米交渉を担当し、1972年には、 沖縄返還協定が締結されることとなった。長期政権となった佐藤の退任時には佐藤が後継者と考えていた福田赳夫ではなく田中角栄を支持田中が自民党総裁選挙立候補に際しての政策立案を行った。1972年7月、田中は自由民主党総裁に選出され内閣総理大臣に就任した。 1972年12月22日、第33回衆議院議員総選挙後に、第2次、田中閣営内閣が組閣されると、愛知は大倉大臣に起用された。田中が政権の切り札としてこの最も困難な時期に、積極財政論者の愛知を大倉大臣に起用したことからは、田中が愛知の実力を高く評価していたことが伺える。 1973年2月には、スミソニアン体制が完全に崩壊を見せる中、愛知の祭壇で、円の変動相場制への移行が決定され、外国為替取引が大きく転換する状況を生じた。さらに、日本列島改造論によって、景気加熱による極端な物不足とインフレーションが起こっていたところに、同年10月初旬からの、 第四次中東戦争により生じた第一次オイルショックが顕在化、産油国からの石油供給が削減されたことによってインフレと物不足はフルギャロップで更新した。そうした中愛知は積極的に各国を訪問し経済外交を推進した。このような状況において緊急石油対策や昭和48年度補正予算案の編成などが行われる中、 激務で疲労の極みにあった愛知は風邪をこじらせる。11月22日夜半には高熱を訴え、翌23日夕刻に文京区湯島の自宅から品濃町の慶応病院に救急車で搬送されたが、病院に着いた時にはすでに意識を失っていた。そのまま意識を回復することなく、入院から間もない同日午後9時50分死去、まだ66歳だった。 25日には、増商会議に出席するためパリへ出発する予定だった愛知は、救急車の中で、俺は、俺は、こんなことでは死なないぞ、と声を振り絞るように叫び、次第に意識が混濁する中で、上言のように、フランス語を口走っていたという。慶応病院への搬送には25分を要したが、自宅から目と鼻の先の本郷には、東大病院があり、 もしこちらへ搬送されていたら助かったかもしれないことが今更のように悔やまれた。不法を聞いて病院に駆けつけた田中は、愛知の遺体の前にただ呆然として言葉にならず、虚勢、おつ、この時期に愛知君を失ったのは痛いとつぶやくのがやっとだった。懐が棚の死を嘆いた田中は内閣の改造に踏み切り、公認の増唱には均衡財政論者である、 福田武雄が就任した。愛知夫妻には実施がなく、風刺夫人の名、綾子を養女とした。なお愛知富子は2007年2月26日に死去した。去年91。愛知綾子は2020年10月5日に死去した。去年78。愛知の後継者は綾子の夫で、娘婿、愛知和夫である。愛知和夫は、 地盤を継ぎ、1976年の総選挙で衆議院議員となり、環境庁長官や防衛庁長官を歴任した。孫の愛知二郎は、元参議院議員で、愛知和夫の次男である。兄の愛知太郎は、東洋学園大学理事長見学長、愛知基一福祉振興会代表理事である。ありがとうございます。